休みも終わりに近づいた頃、僕は旅の真っ只中であった。そして心の傷を癒すため、叔父のところを訪れるのであった。ごめんなさい。どうしても行かなくちゃいけないの。いいんだよ。でも、もう会えないかもね。そうかもね。ずっと海の向こうだから。それに親が別の婚約者を押し付けるし。仕方ないさ。もう時間だからここで。そう。立花一郎さんですね。私、あなたの名で立花美佐と言います。別に、ただ旅をしたくなっただけ。ひょっとして失恋したとか。そんなんじゃない。ごめんなさい。入ってもいい？いいわよ。あなた、あの人と付き合ってんの？
なた心臓が弱いのよ。あんまり無理して動いたらどうなるか分かってるでしょ。大丈夫、私の体は私が一番よく知ってるわ。どなたですか？ミサ何だ？何の用だ？ミサは腎臓病だ。だから付き合わんでくれ。俺は彼女とはそんなつもりじゃ。妹とは会わないでくれ。私はあなたと会わないなんてことはしたくないの。ねえ、私のことどう思ってるの？俺、小さい頃に親に死なれてずっと一人だったんだ。誰も俺のことはわからない。だから一人でないと耐えられないんだ。ミサは死んだ。昨日は雲の陰で尽くして。お前のせいだ。お前が僕は心にさらに深い傷を負った。でもこの湖での日々はやはり僕にとって二度と戻ってこない、めくるめく無限の旅でもあった。